奥出雲町は、島根県の東部、似田郡の町。奥出雲おろちループ、島根県の東部の山間地域に位置し、中国山地の純平原面にあたる200メートルから400メートルの起伏の緩やかな山地が多いものの、横田、馬木、亀岳、藍などには、広い盆地が発達している。急旬な山地は、県境付近と雲南市との境周辺に限られ、また町全体が、 豪雪地帯となっている。一級河川である日川の源流部にあたり、その支流として室原川、亀岳川、大巻川、三沢川、八代川、愛川などがある。主な山は南部地域に出雲地域の最高峰でもある猿生山があり、その他線、通り山、東ず山、大の巣山などがある。広島、島根県境付近では、 河野川水系と日川水系の間に、顕著な河川争奪地形が見られ、日川水系側に急峻な地形が発達している。このエリアは、豊かな自然に恵まれていることから、日和道後大社国定公園に指定されている。町域の大部分は、中世代白亜紀最末期から、新世代第三期の河口岩をはじめとする、新生岩体からなり、一部に白亜紀後期及び、 第3期の火山岩があり、わずかに中期中心余の堆積岩、第4期の玄武岩などが露出する。新生岩類の多くは、深部風化のためマサゴ化しており、これより算する砂鉄を利用したたたら製鉄が、盛んに行われた。島根県安城市広瀬町雲南式すき町がある、吉田町、鳥取県日野郡日南町、広島県昭和原市高野町すべて奥出雲町立で、 あるすべて奥出雲町立である、出雲三成駅一般国道道の駅2014年、町域全体に分布する、製鉄場跡と棚田が、奥出雲たたら製鉄及び棚田の文化的景観の、名称で重要文化的景観として選定されている。奥出雲の棚田は、製鉄に必要な砂鉄と木炭を確保するため山を、切り崩し、 その後父家を棚田に転用した二次産業から一次産業への変遷を物語るものである。稲原、ついたに、山形、小万祭、朝日、大谷、雨川、町、福よりの各集落からなる。2016年、日本遺産の出雲国だったら風土期鉄作り千年が生んだ物語として、安木市、雲南市と共に認定された。 ありがとうございます。